こんばんばはやっとピーホールをやる時が来ました長かったそれなのにビールを持ってくるっていう <laughs> ちょっとケーキ漬けにビールを飲みながらいきたいとこれ片方編み上がったピーホールトレッキングのこの色ですね これで編んだのがこれでございますなんとかできましたはいなので続けていきたいと思いますアルコール5%そうゾロ目だしでもういただきますよ 最初だから間違えたらほどこうと思ってあ間違える気持ちでやるわけではないですけどねいただきます、はあ何かビールなんて久しぶりに飲んだなちょっとケーキ漬けです本当に頑張ります 最初はねやっておいたんですよ。これはライブではできんと思って。変に緊張するとまた間違えるからね。こんばんは。ねあと889回ポッチ。 飲んじゃった。今日ね、あの、すごいもの食べちゃったから、飲めてないんですよね。<laughs> お腹いっぱいで。飲み物も飲めない。乾杯えー、っと、こう。ゼロさんです。ゼロさん さん息子持ってたら「ロ郎ってさ」みたいな。って言うから明日その自分の一人暮らしの住処に帰る時途中でロ郎さんに寄るっていう話かと思ったら「今日だ」って言って「うーん」っつって <laughs> まあ私のご飯は口に合わないタイプの人だから まあいっかっかつって行たわけです私も私が二郎さんを教えてあげちゃったもんだから <laughs> 私が好きなので久しぶりに行きましてあ、ね、好きだからねついつい食べてしまうは切れんばかりの腹。 もうな,んなら店で最後のところ「うっ!」てなりながらも食べるっていうこんばんはー一応ねえっと野菜はちょっと少なめにしてもらったと思うですだからねで あのまあ女性とかだと「麺少なめにしますか?」って聞かれるんですよ。私なん今まで3回4回ぐらい行ったのかな。でどうしてもね普通でって言っちゃうんですよね。だからもう麺はどうしても食べたいから今日は初めて野菜少なめでっていうふうに言いました。 あのだからね食べ一回食べたらもうしばらく食べなくていいんだけど嫌いにはならないのね二郎はしばらくしたらまた食べたくなる本当だから本当に間隔空けてちょいちょいいいってる感じですと二郎って北海道はないのかもしれないけど ジローみたいなお店とかならもしかしてあるかもね。あだからね私何回か前に一番最初は一人で行くのが恥ずかしくって夫についてきてもらったんだけどその後は一人で行ってもうお店の前に自販機があってあのよだから一人で行った時はもう黒うど買って飲みながら。 食べた <laughs> 麺ねこんばんは私どこの麺が好きだったかなそうだからもうこれいつまで食べれるんだろうって感じ あの私なんか確認しないでやっていいのかな帰り駐車場まで歩く際にはもう口から出てしまいそうになりますよそれでもそれでも食べるってスーパーさすがに飲まないけど他にないのですよねああいうのがね で私、あの、ななんだっけんとかうどん太いのありますよね富士山富士山の方富士山の方にまで行かないけどなんとかうどんあの太いやつ太いやつが好き細いのも好きだけど太いやつが好きこっからでいいんだあいいんだよね合ってるよね合ってました 私だからあんまり好きなもの特に好きなものっていうのはないんだけど、うん、二郎は好きなんですよだから阿竜二郎みたいなやつでもいいんだけどとにかくもう二郎が好き吉田うどんうん吉田うどんほうとうも好きですけど吉田うどんが好き二郎もそういう系麺がね であのこってりなスープも好きなんでですよでもスープは飲まないけどで私あんまり他の他の二郎は行ったことだな家から一番近いところの二郎しか行ったことないけど二郎によって味がかなりばらつきがあるっていうのを聞いていてまあ本当にたくさん食べれる胃袋を持っていたなら他の二郎も行ってみたいと思うけど。 いやー私の胃袋では無理だなっていう。一人で行った時も食べたいからやっぱ恥ずかしくはない最初の最初の時は恥ずかしかったんだけどもう一回行ってあこういう感じなのねって分かったから一人で行っても恥ずかしくなかったんだけどやっぱ女性で一人来てる方もやっぱりいて少ないけど。 いや好きな人は好きだよねーって思ったりしました本当だから本当はは何か食べた後胃薬とか飲みたいぐらいな感じとかニンニクだもん もうだ二郎にはやっぱり反応してしまうんですよね私 <laughs> なんか二郎はラーメンじゃなくて二郎なんだっていうのが好きで私そう本当そう思います私ラーメンはだって好きじゃないんだもんでも二郎は好きなんですよわかる山田うどんかる山田うどんかる なんかジロリストっていう人たちがいてねジロー大好きな人たちがでもやっぱそういう人たちはその好きなジロージローのやっぱりその各店でちょっと味が違うのをこう多分チェックとかするとどうしても繁盛する店とそうでない店ってきっと分かれてくるんでしょうね。だからジローも 続いている店は割とうまい店とかなんじゃないかなーって勝手に思ってます。私が行っている一番近いお店は割と新しいくできている二郎なんだけど、その二郎リストたちが作るなんかサイトみたいなのとか、なんかなんかの書き込みとかで、そのお店は割と美味しいって書いてあって。 あそうなんだよかったみたいな <laughs> じゃあなくならないねみたいないやジロリアンはすごいですだからユキケコさんがさ太ってもいいからたくさん食べれる胃袋が欲しいって言っていたその意味はわかるんですよ私それあったらジロは食べるもんでもさなんかいくらチェーンだとしてもやっぱ作る人によって味が違うっていう方が あのいいよねなんかチェーンだから全部同じ味ってなると、えー、じゃあなんかスープできたやつ冷凍してそれ温めてるだけなんじゃないのってなりますもんねだからそのでもみんなが「ここはおいしくない」って言っても「いや私はおいしい」っていう方もいらっしゃるから。 そういうのは全然いいと思うんですけどいやでも久しぶりに食べた本当いつぶりだろうなんか今日も麺少なめかすごい迷って前回の時麺少なめに次は全麺少なめにしようって思ったなーっていう記憶はあったんだけど「普通で」って言っちゃったんだよね。<laughs> 私ジジロロリリストっっっって言ったっけけアンだっけ <laughs> なんかねそう私はそう名乗れるほどたくさんはいてないんだけど好きは好きなんだよね今日はね厨房に女の人がいたんだよね前はいなかったと思うんだけど。 <laughs> なんかねたまに本当にたまにしか行かないからせっかく行ったなら麺はいっぱい食べたいなと思ってそういう気持ちが多分減らしてってっ言えないんだよ、ね、で空腹で行かないと絶対食べれないから空腹で行くもんだから食べてる人たちをねあの カウンターだけのお店だから後ろで待ってる時とかにさ見ててさあー食べる全然食べれるよって思っちゃうんだよねほんとアホ <laughs> でもラーメンって好きな人にとってはごちそうだもんね。 いやーそれがさ同じくさ息子もさ空腹で行ったもんでさあの大の方を頼んじゃったの大盛りの。で私はもう何も言わずにさ食べれるかなって言ってたからそんなん知らんから黙ってたら大盛りを頼んで最後ねもう,もうダメじゃねっていう顔してたから無理して食べない方がいいよって言い残して私が先に出たんですよ先に食べ終わったから。 そしたらあと一口ってところでそのお店の厨房のお姉さんに「無理だったら残していいですよ」って言われたのってそれで悔しくて食べたっつってた <laughs> もうこれで懲りたと思いますけど大盛、ね、り頼んどいて残すっていうのはちょっと恥ずかしいもんねっていう話を帰りの車の中でしてさ もう意地でも食ったとか言って <laughs> 面白いと思ってそういうね自分の体でそれを覚えていけばいいみたいなこんばんは。 私北海道にいる時山岡屋よく行ってたんですあの夫がラーメン好きだったからで私豚骨豚骨が好きなんですよだから山岡屋はあの好きな味だから家系好きだから行ってたんだけどあの頃はその札幌からこっちに戻ってきた時こっちに山岡屋が確かなかった 近くにはねなかったから山岡屋行きたいねーってよく言ってたんですけど、まあ、こっちにはこっちで他の家系があるから他の家系に行ってたんだけど今こっちでもあるのね山岡屋こんばんはね こっっちにあるっていうのを最近知ってそうなんだって思ったんだよねラーメン屋さんもさその家系とかのねすご一時期すごくブームだった時はすごく繁盛していたんだけどなんかその繁盛してる時からだったのかななんかお店の人の働く人が変わったからなのか。 なんか味が急激に落ちてそうするとやっぱりお客さんもめっちゃ減っててでうちは本当にラーメンよく行ってたから味が明らかに違うのが分かってでお客さんもすごい減ってるから「これはみんなわかるよねこの味じゃあね」とか言ってて「何があったんだろう」みたいな。 ことがありましたホルモン定番定番定番って 何が入ってるとか <laughs> テーマの意味が私がわからない家系豚骨醤油ってこと <laughs> 定義だった <laughs> もうちょっと近くにしようちょっと言い訳していい ?iPad が遠い。 <laughs> 近くに置けようって感じこれじゃあ見えちゃうんだよねまあいいかまあ読み間違えたっていいよね <laughs> ほんとグダグダ定義ええ豚骨醤油じゃなくて定義なんか私調べたことあった定義って。 発祥がえっ、ー、と吉村屋かな <laughs> 興味がないからちゃんと覚えてない <laughs> いやあのね本当に臭いとこもあんのよすごく臭いところもあんのよ山岡じゃないとこでもね だけどそういういとこは絶対おいしいのよこんばんはだからほんと入る時までは鼻つまんでもう口で息してみたいなだけど入ると店の中入っちゃえばそんなに酔わないんだよね外からその換気扇のさ外から あの骨を煮出しているスープを作ってる匂いが結構きついんだよねうんあのコラーゲンもあるでしょ豚骨煮出している場合にはね <laughs> そのお水はダメじゃないあおいしいまつはそれぞれですからね豚骨醤油豚骨醤油のお店もやっぱり臭いのよあの豚骨を多分ににているからで豚骨の時も豚骨の時も強烈なとこあるよね 卵のへえまあ当たり外れ、まあ、当たり外れとあと味の好みも多分あるんだろうな私醤油ラーメンがダメなんですよなんか喉がイガイガしてだけど 食べれる醤油ラーメンもあるんですよね。 <laughs> 獣のマザグラの匂いを嗅いだことがある <laughs> 想像なんだろうけどわかるすごくこんばんは <laughs> イメージだよね嗅ぐな嗅ぐな。嗅ぐな <laughs> あの佐野さん佐野さんってえっ、ー、と品そば屋のこんばんはーコーンいらないよねわか,かる気がするこんばんはあの品そば屋の佐野さんうんあの前住んでたところの近く最寄り駅に品そば屋ができて でその,その昔はそうなくなってるの佐野さんのお店はそのほら黙って食べなきゃいけないとか何か食べる側も結構緊張するお店でなかなかこう子連れでいけない感じだったんだけどラーメン博物館はそういう感じじゃなくて子供でも入って平気だよみたいなのを聞いて。 博物館のその近くの店できてそこ行ったんだったかななんか忘れちゃったんだけどねその佐野さんの元奥さんっていう人がこう近くに前住んでたところの近くに住んでるらしくってああそういうゆかりがあってここに店出,て出たのみたいななんかそんなのとか聞いてえ面白ーいと思って。 そこのお店は行かなかったんだって行ったんだっけな忘れちゃったそう厳しいラーメン屋さんコーンはさ私見た目かなと思う黄色いのが乗ってるとなんか美味しそうに見えるっていうか映えるっていうかそんな気がする。 しあるねしねもビールが回ってきてる気がするあ,あほんと元奥さんって言ってたけど再婚されてんのかなあ,あガチンコ出てた気がするそうそういい人なんだよねすごく真面目な人なんだよね <laughs> まあ知ったような口を聞くが何も知りませんよ<笑><笑>私もあまたノンフィクションの話だねもった <laughs> いつも見てるんだねラーメン滑走路ええー ナレーションやってほしい金曜日だからマフラーナレーションうまくやれるいいじゃない すごいすごく腹いっぱいになったのに私お風呂に入る前に体重を測るんですけど体重は増えてないんですよねまあその直後には増えないと思うんだけどスキッパラってわけじゃないけどすげえビールが回る <laughs> 今ねラーメンラーメンの写真撮ってる人多い,多いでしょうね こん,ばんはそうね金曜日だからなんか私夕方のコミの時間は w i f i のせいだったのかもしれないけどなんかあんまり調子よくなかったみたいなので金曜の夜だからこれもどうかなと思ったんだけど今のところは平気そうですね。 いつも以上にのんびりしか編めない。 なんかさ私もさそういう食べ物とかってあんまり何枚も何枚も取らないんだけどすごくさあの熱心にさ納得いいくままで何枚も取る人っていますよねすごいなんかそのそのなんていうの探求心っていうの極めようとするところってすごいなと思っちゃう私はもうすぐ飽きちゃうどれも何枚取っても同じだろうみたいな。 こんばんは。<laughs> 写真撮って会ったことない？うん。あ、アップも食べる前にするの？私、今日は珍しく麺も見せたかったから。最初に手をつける前の1枚と麺を下からあのほじくり出したところ、珍しく2枚撮った。大体は1枚だな。食べる前に。 そうなのよあの本当に食べたいなという時には食べて食べ始めてあってなるんだよね今日はでも久しぶりの二郎だったからよっしゃ写真撮るぞって気満々だったから撮,撮れたそっかでも私一人でも撮っちゃうな。 でも食べたいものの場合は早く食べたいですもんね。<laughs> ありがちありがち忘れて食べちゃうっていうのはありがち。 ななんでなんでで息子が大盛りだと好きなもの食べれないの倍煙系食べ物なのになんて表現するんだよって思ったけど食べたら納得した次郎か。 次郎の麺何系？ゴワゴワ？ガサガサ？<laughs> え何系っていうの？こんばんは。何系？何系って言うんだろう？もちもちかと思ってた。<laughs> なんか何系っていう言い方があるの？次郎の麺？ ジロー <laughs> ごわごわ系うんでもさやっぱりラーメンとはやっぱり言い難い感じがあるんだよね。 大盛りのやつしか頼ませてもらえない一個ずつは頼めないのサポレジョお腹がくなんかそう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 。固めのうどんみたいな感じで、麺もいや、今日行った時には まあ、多分新しい人のトレーニング中お店の人のってことなのか分かんないけど麺の硬さの指定が今できないっていうふうに書いてあって前は確かね麺の硬さの指定ができたと思うんだよね。 想像力を働かせて。<laughs> こんばんは <laughs>。<laughs> 糸作さん家の近くにもうジロありそうな気がするんですが <laughs>。<laughs> 言われた通りにしてるってことだね <laughs> みんなラーメンの話終わらないね <laughs> こんばんは トッピングあんんましないんだよねラーメン食べるの精一杯だったりしてでなんだっけ博多博多の豚骨とかだったら紅生姜ががテーブルにあるでしょそれは載せるけどそれ以外はあんまりでまあ、前は味変で家系の場合半分半分過ぎて飽きてきたなーって時に にんにく入れたりお酢入れたりはしてたあの家系もう本当だから家系に行くことが多かったから家系は海苔は入ってんだよねまあ追加でっていうのもあるけどでメンマがないんだよね なんかだかだらそこももしかして定義の中にあるかもしれない具が家系の海苔ネギあ麺も入ってるとこもあるかチャーシューほうれんそうとかそんな感じだったと思うんだよなこんばんはお酢はねかなり変わるんだよ味変。 これだからラーメン何ラーメンにもよるほんとラーメンなの話続くねしょうゆみそ塩豚骨豚骨と醤油でそもそもの具が違うしトッピングも違うもんね クリームつけるの忘れてたスベリング ラーメンないの蕎麦とかうどんとかパスタとかはある <laughs> なんなら麺なら <laughs> <laughs> スーパー作れるえーじゃあなんかラーメンもどきなものを入れる。 クーさんちにあるそうで <laughs> 本格的なやつができる <laughs> めっちゃおいしいラーメンができちゃう <laughs> いいじゃん春雨でいいじゃん。 いや地方に行くとその地方ならではのラーメンってありますよね <laughs> パスタマシン本格じゃないかほ <laughs> どくのトリニ君それがそれが早いかもしれない麺打つより面 <laughs> 倒 <laughs> よ 粘土で使ってないならいいんじゃないちねるそれでもいいよね豆流面みたいなやつ細くなくてもパンデミックちねり 大美羊大美羊大美羊 近いのかもしれませんね全く遠い方じゃないかもしれない こうで選べたラーメンで美味しいのって、あったかな。 春雨屋で待ち合わせオフ会春雨屋にて。 木氷北の時計台ってチェーンかもね家ちの近くにもあった気がするへえ面白い春雨屋なんて知らないもう一つの家だもんね 海道全部味噌ってわけじゃないよね。 は本当ね決めていかないとさ食べ食べたいものたくさん椿屋って西の方西に住んでる方はもうすごくなじみのあるお店なんだよね。 そばえー、そうなんだお店 <laughs> 魚介も魚介も多いよねなんかその 観光客をターゲットにさその魚介をモリモリにのせたラーメンみたいのとかあった気がする値段めっちゃ高いやつ名古屋か須垣屋昔,昔よくあったっていうの うん海鮮丼とか寿司は絶対食べないとダメだね須賀きアってこ,こちら関東にもあったのかしらね名前は聞いたことあるけどあんまり覚えてないな。 こんばんは。市場に行った方がいいと思うな。北海道。私なんだっけ。 市場はいやあんまりあんまし行かなかったけどなんとかボーイみたいなさ大きいさスーパーみたいな市場みたいなとこありませんでしたっけちょっと名前忘れちゃってんだよね。なんとかボーイだった気がするんだけど札幌の方に。で車で連れてってもらってるから場所もよくわからないっていう。なんとかボーイじゃなかったかなビッグボーイ なんだっけなあ <laughs> ボブじゃない<笑><笑>まだアーカイブ見てないんだ <laughs> ちゃんと見るね <laughs> 寝る前はやめた方がいいよねカーボーイっていうのがあった北海道札幌の方になんか市場っぽいのうんビッグボーイはハンバーグ屋さんだもんねカーボーイっていうのある 首ボブの話がわからないけど寝る前に見ない方がいいよね。カーボーイあじゃあスーパーごめんね私の感覚だとスーパーじゃな,くなかったのよ売ってるものがさスーパーなんだと思うんだでもちょっと大きめでこちらから行くとすごく敷地も広くて。 なんかさ市場に感じたのよでもスーパーなんだよだからカーボーイかもしんないなくなったのもうなんかさその魚とかを見てるだけでもさなんか「え何え何え何?え何え何え何」みたいな <laughs> そんなそんなんばっかり出やすかったからなんかもうあれもこれもあれもこれもになっちゃってでもさあの子供ももいない2人だけだったからそんな食べれないしなみたいに。 そうそうだからもう何もかもがその魚介類の質とかも違うからこちらとなんか違うんだな私だから初めてホッケの開いてないやつを本当私行ってすぐの時だったと思うんだよなそれは新札幌の近くにある別にでっかいスーパーじゃないところで。 でで、もやっっぱり魚屋さんって感じでこう,ごめんなさいこう皿の上にこう魚がボンって置いてあっていろいろ並んでるみたいなところでホッケっていう開きじゃないやつを見つけてえっってなって思わず買っちゃってでだってもう結婚したてなんて料理にも何もできないのにこれホッケってこれどうやって食べるのかなーって思いながら <laughs> どうやって。 なんか開きも開いたのかな忘れちゃったなんかそのまま焼いた気がするんだよな全然惜しくなくてこれ <laughs> やり方間違えてるよねみたいななんか後からああのちゃんとちゃんとやればよかったなって思った記憶があるんだよねえこっちでも売ってるの 私初めて見たあのさばいてもらうんだよね大体はね私結婚する前に父親にイワシの手開きを覚えてから行けって言われて何 <laughs> だかよ魚好きな人だったからだからさばくのは嫌いじゃなかったんだけどホッケかなんかだから興奮して買っちゃったんだよね思わず。 普通はさ干してあるじゃんなのにさ生で売ってるってことはこのままでも食べれんのかと思って買っちゃったんだよね格上角上 <laughs> フライそりゃ思いつかないなえ私いつでも「初々しい」でしょ初々ううしいって言えないわ初々 <laughs> しい ぐ <laughs> らいにして <laughs> やっぱ生のホッケフもフ見たことないですよね。フフ <laughs> ホッケ釣れるんだね煮るっていう発想もなかったんだよね。 いやだからそれをそれを買った後からホッケは干してててあるやつがいいって思っ思本当何にも料理できなかったからいつもなんかオレンジページとか見ながらご飯作ってたぐらいなのになんでこんなの買っちゃったかなみたいな。 こんばんばはすごいねホッケ釣れるのかの新鮮なものがお刺身で食べれるっていうのは聞いたことがあるんですけどね すじこを買っていくらにしたのはやりましたすごい立派なすじことか売ってたからそうもうクックパッドどころかインターネットとかもなかったな,なくはないのかもしれないけどだから料理の本とか 結構持ってました自分じゃ作れないから <laughs> 味噌えー、やったことない、OK、大おっきいからね1個がね海鮮さ本当に美味しい海鮮を食べてしまうとね本当に大好きすぎるよ 私ウニのその生の殻割りたてのウニを食べてからあウニって美味しいんだなって思うようになったいや他のウニは美味しくないんだけどそれは美味しかったんだよねそれも北海道で初めて食べたこんばんは生すじくほぐす機械があるんだ くくるくる私なんかザルとか使ってやった気がするな網があるうん私もザルでやったもうしょっちゅうやる人は持ってんのかもしれないですね 食べ物の話はコメントが早いねへえそんなのがあるんだ最高のウニ網網 そう、ウニは極端だよねあの生臭さ強烈ーえええダイソーに売ってるの網みょうばうん。 まあ網の大きさが適度なら使えるってことだよね。ないよね。<laughs> 焼き網。 編みいいの,の目がもうちょっと小さい方がってことなんだね。 読めるよ、ホッケーでしょ <laughs> そら読めたそれなんだっけ魚編 なんかさ、カバっていう字がさ右側花なんだよね左側がなんだかわかんないえホッケなんですか魚辺に花もホッケなんだえあのー「方に花」っていうのは魚の「 のことをき木変に花が川か花ってあの草冠の化けるね木変だっけカバなんとかさんっていう人がいたんだよねお友達にそれでその感じしてたんだけど。 白川みんな感じよく知ってんなカッパってそれじゃないもんねこんばんはあふぐ。フグ <laughs> 動物のカバじゃなかったフグってかわいいよねフグフグってかわいいよねあ動物のカバってそういう字なのへえそれは知らなかったこんばんはブビーって鳴くの これはフグえー、似てるねカバとフグ <laughs> 泣くんだ感じって難しいな フグで遊ぶえフグって触っても平気なのあ,あなんかお腹いっぱいなんだビ,ビールが入らない。 内臓触らない外側なら平気なんだこんばんはへえフ,フグで遊んだことなんてない。 ふくらんだら自分で泳げない <laughs> できたドミノ編み靴して1週間素晴らしいえぶ、ー、ん <laughs> 投げんな <laughs> 下が満月だから眠い人も多いかもしれませんね。 あそうだよねフグは自分でさばいちゃダメなんだよねえー、売ってるんだねえ免許 泣いてる。そうビールビールが効いてんのかな今日,今日午前中眠,眠くなって寝ちょっと寝ようと思って寝る前に横になって YouTube。 なんかないかなと思ってたらコウケンテツさんのお好み焼きっていうのがあって何と思って見たらめっちゃうまそうで豚肉ととキャベツと卵小麦粉もだけどそんんだだけけなんですよだけどその作り方見てたら何ちょっとそれおいしそうじゃないって思っちゃって。 今日は作ってないんですけどこれ絶対作ろうってこ夜こんな時間に申し訳ないけどねお好み焼きの話になってしてあくびは映りますからねそう満月の仕業だと思うこの眠さビールも見た見た見たお好み焼きその話じゃないかなクジラさんの見た <laughs> 違う話かなめっちゃうまそうだったんだよね あの,あの作り方でやってみたいと思ってでやっぱりねおかずにしてたんだよねご飯食べてたのそのお好み焼きでわ <laughs> かるなんとなく信用してる他にもね私なんか真似して作ったことがある見てあくじらさんありがとう <laughs> いろんな話がさ混じってるからさ <laughs> あの 他のも、だから、中華、え、中華中華料理ってわけでもないのか。こう賢鉄さんは。なんか、関西の人らしいんですよね。で、お好み焼きは粉もんやない。キャベツもんやーっていう、言ってて、なんか、いいんじゃねーみたいな。それいいんじゃねーみたいな。そんな。 そんなことを思ったんですよ。こんばんはー。韓国か <laughs> なんで。私何でもかんでもアジア系は中国人だと思っちゃうんだよね <laughs> 私。私あの子供の頃は焼きそば食べる時必ずご飯添えました。だからそのお好み焼きでご飯食べるっていうのもわかるんですよ。全然おかかずになるると思ってるから。でも えーっていう人もいるからねうーんなんかねあのまあ皆さんお料理の方はそうなんだけど手つきが本当にねもういやらしいぐらいに。 綺麗なんだよねお料理やる人ってかそのお好み焼きを作ってるんだけどお好み焼きを作っているんじゃないみたいな手つきがねたまらなかったよそうなんですよキャベツがたっぷりで粉少なめのサラサラあのその種がサラサラぐらいの水が多くて粉が少ないっていう。 のがあーこれは確かに粉もんんっってて感感じじじゃないなないいう感じなんですよでもその他にいろんな材料を入れてない豚肉だけなんだけど豚肉を混ぜないで最初にフライパンで豚をカリッと焼いてその上にそのキャベツとこう種を混ぜたやつを乗せるみたいなやつであの。 豚肉のカリカリ加減も多分味噌でだからキャベツを食べてる感じなお好み焼き的だったかなおかずにならないそういう人もいるでしょ私はもうあれご飯もりもり食べれるっていうかあのソースだねマヨネーズとソース あれご飯にかけたら私食べれると思うお好み焼きソースとマヨネーズかけたら <laughs> 塩こしょおやすみなさーい私お電話おかずですはなちゃん私もわかんないはなちゃん 花って名前ならわかるかも前髪短い人じゃない違うかなほくろがある人 <laughs> ほくろ <laughs> どこのかわかんなきゃわからんだろう つまみか私おで、うんはお,おかずになるけどあのスープが全然あれでご飯食べれちゃうあの具でもご飯食べれるけどあのスープがスープかけたらご飯いっぱい食べれちゃう純 <laughs> の 痩せるズボラ飯えっ何 YouTube? コウ子えコえコさんコウっていうのが名字なんだケ鉄が名前 ほんといろんなことしてるよね部長さんね <laughs> そうそうそう卵スープそれ痩せるズボラ虫んかそんなのは聞いたことあるけどその「純の」っていうのが分かんない違うのかもしれないな 今調べた <laughs>。オートミールのレシピうん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 。私オートミールのレシピは結構調べたいろんな人が本当ユ YouTube やってるよね。で、うんとざーっと見て、はん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 って感じでいろいろだから私がた食べたい食べ方はやっぱりおかゆ。 お米のおかゆ的な感じで食べるのがやっぱ食べたいなと思ったレシピだったんですよ他にもいろいろあったけどねなんかこないだそれはまだ動画見てないんだけどオートミールのクッキーみたいなのも動画出たしてる人いていろいろできんだなーって思ったちょっとダメだやめとこう 間違えそうな気がする皆さんは編んでないですね顔似てる。 たこ焼焼ききとお好み焼き具の違いとか <laughs> ずっと編んでる偉い偉いすごいね編みながらコメントできるってすごいそうそう納豆うまいですよオートミールで私最近ハマってんのはもうしょ紅生姜とか がっつり入れてえー、編んでんのかじゃあもう <laughs> いやー私だからコメントするの慣れてないからさ編みながらコメントするってすごいよだって一回手離さなきゃいけないじゃん私だって手離さなくていいもんこれ <laughs> あら片方できるからさマジ えー、でもそんな悔しくてやるのはやめようほんと今日食べ物の話でしたね私が二郎の話したからいけないのか <laughs> しょうがない食べちゃったから。 ああやっぱそうかたこ焼きの方があのちゅるちゅるってことか編んでたすごい皆さんすごい人が割れてもうた。 入れてもうたー僕の話誰れもしてなくない <laughs> 寝るとき用の完成。 ミルフィム、プリム、ハサミ。グーグー。<laughs> あ,あ。大丈夫だ。たこ焼きって、でも外がかり、中がふわって言うから。 ぐちゃぐちゃなんじゃないんですかそんなことないのかなあ <laughs> <ボ>ブ <laughs> 俺コンビニ行ってたなんか買ってきたのかなメランジベスト <laughs> 唐突にね ボムの話で盛り上がってたら誰って思いますよね <laughs> たこ焼きもなんか定義ってあんのかしらねこれを入れるみたいなシャバシャバ本当だよねさせん本気で謝ってんの ちょっと面白いあ棒の柄は消えますよ2足編んだら完全に消えたっていう方いらっしゃいましたよ <laughs> たこ焼きの中はトロトロ14玉させんさせん 長ネギは入ってるねはい、はい、ピーホールソックスです片方やっと編めたので片方やっと編めたのでこれのもう片方編んでます キャベツ入れたらさもうま,まん丸まの中パンパンじゃない色合わせね色合わせちょっとしたいなーって思ったんですけどあのそんなに。 結局しなかったってなかかたいうかここがこの端っこが紫だったので紫かーって思ったらもうき切ったここをここが紫で終わってるんですけどもう端っこが紫だったのでそのままやりましたそしたらここが紫だからこ,ここが紫になるなっていう感じなので。 なんか神経質に色合わせしてないんだけどいい感じになったっていうちょっとは考えてみたんだけどここまでいい感じになるとはみたいないい感じですよねだからこういうこういう柄の糸だとしたらこの最初にこう、 ここからこうやって編んでこう編んだ時のここの境目のところの色がここを編み始めるところこのつま先部分を編み始めるところの色を使えばうまい具合にいくんじゃないかなーって思ったりしましたよ。あくびすると鼻水が出るんですよね。寒くはないんですけどね。 たこ焼き入れるとしたらいや全然キャベツ入れても私はいいと思うんだけれどもあの小さい中にキャベツ入れると結構いっぱいになっちゃいますよね。 えー、いいなお昼たこ焼きと好み焼きいやチーズのやつやったらうまかったんですよね前たこ焼き寒いのかなんだと <laughs> 誰誰ホットケーキ食べてる人誰 <laughs> ちょっと <laughs> ちょっと <laughs> やっちまってるな <laughs> これそれこそ飯テロじゃんさあ皆さんは何を食べますか <laughs> 青のりね食べるときにうんうん 見せ番もしてた,たこ焼きお好み焼き <laughs> 有罪有罪判定編,編みましょうたこぱ私一回たこ焼きライブやったんですよね。 あの時なんでやったんだろうって思っちゃうなんか勢いって怖いなーって思う <laughs> 私だ <laughs> ウインナーとかオクラキムチはあるね <laughs> すごいよね <laughs> おでもさんホットケーキって言われてみんな「あホットケーキ?」ってならない <laughs> エンププシロップ <laughs> はあ <laughs> ホットケーキ食べてんじゃねえよー。<laughs> 野間吉 <laughs> キムチ入れたら美味しい、絶対美味しい。それにチーズかけたらすごく美味しい。<laughs> 明日の朝、ホットケーキ率高まるかもしれないミンティア <laughs> 面白い。 想像でしょっぱいのためだから甘いよそれエンドレスじゃんのさん <laughs> 最高だぜ明日ホットケーキだね <laughs> オクラって面白いねえー、先に揚げ玉美味しそう美味しそうえー 先に入れるってやったことないな靴下はめますよはめますよ <laughs> うっそ <laughs> たこ焼きビスケットそうだたこ焼き器でホットケーキ焼く人いますよね 銀だこ世界一の人がえー、そんなのあるんだなんか一時期たこ焼きの焼いている動画とか見てた時あったビスケットうんうん見たえー、あーじゃあやっぱ 西の人は知っている焼き方なんださすが伊吹恵子さんはそれをやっているってことだよねすごいねうんね私もイカフライじゃイカフライでいいんじゃんって今思ったんだよねホットケーキ流すゾーンとチョコ入れるゾーン鈴 <laughs> カステラうん グリトグラねタコさんウインナー宇宙人ウインナー明日はタコパメイポーシロップ人近く住んでるうんたこ焼きでも全然いけるねイカフライ穴にあふれるぐらいですよね ブリグラもうちょっとしたら次のゾーンなんだこういう場合は何段じゃな何段じゃないよね多分。だ 粉もんも海鮮 <laughs> おやすみなさいほんと寝たほうがいい私ももう寝ますよこれまたちょっとだからうち子供たちが行ってた幼稚園はほんと絵本大事にする幼稚園だったからグリグリとかもよく読みましたカレンダー行数 パラタもね <laughs> こんばんは今日なんかもうずっと食べ物の話でしたね <laughs> あんここれすごくない夜中にあんこにいる女って超かっこいいんだけど 明日の朝ごはんが楽しみだ粉もんは最強ですよ <laughs> メーブ,ブルシロップ吸ってちょっとこれはこれはちょっとこれこれなんですけどこれが ゴム編みのところに来たんですけどゴム編みのもう片方をやったやつが、えー、2.0で編んでるんですけど私2.0の針がチャオグーしかなくて今チャオグーがこれとこれで長いコード2本使っちゃってて。 きがなくてえー、ごま編みどうするみたいななんかさっきそれでちょっとしばらく放心状態になってまあこれとかさっきのどっか違う針で休めてこれの細編みを編んじゃうしかないよなーとか考えながらちょっとここで。 お預けになってあし明,明日は仕上げたいこのごまみあ炊き込み旦那さんの炊き込みだ楽しみこれげんプも入っちゃってんのか <laughs>

ミンティアいいじゃない炊き込みご飯毎週土曜日いちごジャム舐めてた <laughs> <laughs> 黒糖開けない2.0はあるんですけどねコードが開いてないんですよチャオグーの <laughs> またはやめときな <laughs> あのコードがコードを買い足さなきゃいけないのかっていうたこ焼き器ねあの西の方は本当に上手に使うんでしょうねまたあん肝ポープあん肝ポン酢 いやボブのアーカイブは明日にするよ絶対絶対また笑っちゃいそうだから <laughs> はい飲んだ。 難しいんだよねやっぱりね寝よ,寝よおやすみなさい硬 <laughs> いんだよねやっぱり部長さんのもうだからほんともっと指がさベロンベロンベロンって動く感じなんだよほんと23回なんだよ <laughs> スパルタなんだよねみんな <laughs> いやでも面白いでもねあの前にやったやつが割といい感じでできたからもう私それでそれで満足なんですあのそう部長さんの「あれはじゃあね」なのかな でもなんかこの間は最初の時にこうやってやってたのあったもんね <coughs> なんかわかんないんですよそうなんかっていうさ何合いの手的なさ「こんにちは」か「<laughs> こ,ん<に> <laughs> こんにちは」<laughs>「こんにちは」の手って面白くない あこんんにちはっっってるってて言るるわかるよね <laughs> 部長んれ、さその毎回の恒例にして <laughs> あの「こんにちは」の手っていうやつやって <laughs>。待ってバイバイならわかるけどさ <laughs> こんにちは「こんにちはこんにちは」ってやったらさ。 分かった皆さん次の動画を楽しみにしていましょうこんにちはの手が入りますから <laughs> めっちゃ面白いんだけど <laughs> そんでねこれだけ意識してやると手の動きが絶対ぎこちないはずだからちょっと楽しみに待ってて <laughs> そんで皆さんこんにちはのとこ何回もリピートしちゃうんだよね <laughs> 内容全然覚えてなくて最後 <laughs> 内容インパクトのある内容じゃないとみんな「こんにちは」に持ってかれちゃうからね部長さん <laughs> ハードル上げる <laughs> 今日ちゃんと同じくやってたよだって本人のだもんね <laughs> で意識すると自分でもできなくなっちゃうんだよねほんと面白いちょっと楽しみにしよう次の「こんにちはの」の手。 これが定番化するとさすごいあのぶちょおぶティーンこんにちは <laughs> っていうのが <laughs> オープニングでしょ最高 <laughs> オープニングどんどん長くなるね <laughs> 毎回毎回さ <laughs> 面白い一緒にやりましょう皆さん手をね 部長さんの手を真似してみよううというそういうのをさ皆さんのさこう手を真似する動画をさ皆さんにカットを送ってもらってそれをこうたくさんの人のバイバイをこう並ぶ動画でこう並べて <laughs> ダイジェクト版みたいなの面白そうじゃない <laughs> これは誰々さんの「こんにちは」とか言って。 面白いそれでなんか投票とかして誰が一番似てたでしょうかみたいなや <laughs> やりたい、ね、やりたたいいねね <laughs> それだけ並ぶんだよもう,もうなんか次々次々いろんな人の「こんにちは」の手がそうみんなだから撮影しといてだから一家に一人じゃなくて子供とか旦那さんも巻き込んで。 みんなにそれやってもらって誰かもしかしたらグランプリ取れるかもしれないからさグランプリ取ったらどうする部長さんに直接手振ってもらえる券とかももらえることにする <laughs> それ嬉しいのかよ <laughs> やばいな面白いあそしたらそれグランプリ取った人は哲さんに質問ができる まだ募集ないよね、鉄さんの募集ね。<laughs> それ分かんない、欲しいのか分かんない。<laughs> でも、握れる。でも <laughs>、でも誰,誰が来るか分かんないから、握るのは怖いよね。<laughs> 全然知らない人来たら怖いよね。忘 <laughs> れてるよね、鉄さんの。<laughs> 私、ひそかに待ってんだけどね。<laughs> 欲しいか。じゃあ、やっぱ欲しい方は、その部長さんのこんにちはの手を、 動画撮っておいいください自分のやつでそのデータを送って <laughs> 怖い怖いシリコンの手がシリコンの手のほかもしかして部長さんのこう手の動きに近いものが出せんのかしら生の手より <laughs> シリコンか <laughs> その手どうすん分からんユックの動画に出てくんのかな そうこれ笑って声が入らないというのが大事なところですよ。握るのか。プルンプルンしてるよね。部長さんの手のプルンプルンさと似てるかもしれない。ねえ多分似てる。あ雪ユキケさんが似てるのか。えじゃあグランプリ候補者だね。スクイーズ。<laughs> スクイーズ。 まあまあじゃあやるか部長さんの手コンテスト <laughs> 商品化 <laughs> いいんだよこうやってあのー、収入源を考えるっていうのは大事なことなんですよ今後の働き方改革なんですこれで部長さんの手手が売れるようになったら部長さん仕事辞めれますからやりましょう うん、いいんじゃない触ると気持ちよくてバイバイすると可愛い,いってみたいな。ねえやろうやろうやろう。<laughs> 楽しみ。いろんな色のも作れるもんね。そういうことなんです。<laughs> もうわかんないけどね口から出た言葉を。 いつも言ってます副業大事ですそう。握手し放題。売買し放題。まあ、そういうことなんです。いろいろな妄想を日々しております私。何の策略もなく。なので皆さん次の部長さんの動画をまずは楽しみにしていてください。12時です皆さん。シンデレラが。 難しいですよねあの手の手振り方皆さんやっていただくと分かるんだけど笑ってるけど結構難しいんですよシリコンあったかくするっていうのは難しいねだから本物の部長さん触れるのはグランプリの人だけでそれ以外の人は「ごめんねシリコンね」っつって「<laughs> ちょっと冷たいけどね」みたいな <laughs> 優先 <laughs> 部長さんでもチンチンのがいいかもねうん <laughs> 多分シリコンだからあシリコンだったらレンチンできるのかじゃあそういうのを商品化で湯煎もできる <laughs> チンして握るってなんかすごくない <laughs> 人さくさんいなくてよかった <laughs> ほっぺに当てるかわいいこと言っちゃってだんだんそういい使い方いい使い方があるね <laughs> ちょっともう終わっとこうお飛び起きてきたら大変だから <laughs> <laughs> 湯煎してもレンチンしても溶けないやつっていう感じで商品化した方が良さそうですねどっちもできるよっていう。 <laughs> 何の話だまあ次の部長さんの動画をちょっと楽しみにという感じで今日は終わりにしたいと思いますはいえー、もう12時を過ぎておりますので放課後は適当に行きましょうお化けが出るかもしれないし えーすごいじゃんそれ充電式で温まる機能とプルプル機能ってすごくないそれはまたいいいい商品になりそうですよ <laughs> 楽しみだ <laughs> はいそれでは寝ますよ明日も靴下を編めるように今日は寝ますよよろしいですかえー、今日も 明日満月だからね。今日も一日皆様お疲れ様でございました。明日も楽しく編みましょう。コラではおしまいです。おやすみなさーい。<laughs> 気味悪いね <laughs>。じゃあねー。おやすみなさーい。